前科証拠による犯人性の立証、法問題提起のペンでマーク、被告人 X はアンダーライン、住居侵入、窃盗、現住、建造物等放火、アンダーラインの罪で起訴、ここまでアンダーラインで、その後、ペン持ち替えていただいて、場合分けのペンで、住居侵入と窃盗については、自身の犯行であると。特殊な犯罪手口に共通した前科の存在から犯人性を立証する場合、この場合分けのペンで、ここもマークしておいてください。はい、で主観的要素を立証する場合、ここもですね、マークですね。それで、質問、応答に、伴う、ポリグラフ検査のところ、ここはですね、定義のペンでマークしてください。で、ここ B プラスなんで、ペン持ち替えて、で、ここはアンダーラインですね。検査結果、回答書の証拠能力、自然的関連性、ここ、A プラスなので、ここは一応、アンダーラインしていきましょうか。裁判所なんかに行きますとですね、被告人と、弁護人が、会える部屋があるんですね。そこもですね、皆さんは弁護人になった、弁護士になって、そうですね、司法修習の時とかに、見れると思いますので、その部屋も、見てみるといいですが、もう一つね、その部屋に行く方法がありますが、被告人になるという方法もありますが、それはあまりお勧めしません。ちょっと図にしますね。X さんがいて、Y さんがいます。で、ここからここにですね、請求してて、損害賠償請求ですね。損害賠償請求と。ここ X さんが Y さんにしていますと。で、ここにもう一人 Z さんがいて、ここに対しても X さんは損害賠償請求を仕掛けていくっていうのがあるんですね。で、両方に対して損害賠償請求を仕掛けていくんですが、場合によってはもう一人ですね、この T さんにしましょうか。T さんに対しても損害賠償請求、これをかけていく可能性があると。こうなった場合ですね、請求を併合できるかっていう部分が、で身体検査の、抗議のですね、58番のパワープランですけれども、伝統的な通説はプライバシー系侵害の程度、身体の安全が害される程度によって、捜索としての身体検査、検証としての身体検査、あ、パワーポ出してませんでしたか。はい、伝統的な通説はプライバシー権侵害の程度、身体の安全が害される程度によって、捜索としての身体検査、検証としての身体検査、内部的名誉、外部的名誉、名誉感情、名誉は、この3つに、分けられますが、一元説でですね、名誉毀損罪と侮辱罪の保護法益は、一元説で、事実を適時しなくてもというのは、事実を適時